おはようございます。大会当日の朝です。ついに来ました、この日が。予定より1時間多く寝ちゃいました。まあリラックスできてるってことでいいですね。はい、ただいま会場着いてルールミーティング終わりました。早速ね、岸本選手と杉本選手にもお会いできてちょっとテンションが上がってるところです。これから、まあ、予選なんですけど、今回はベストボディのジャンル別の方が先なんで、まあ、YouTuber 部門に先に出て、その後モデルジャパンと、そんな流れとなっております。で、今回控室がねかなり狭いので、結構選手のみんなちょっとストレスを感じてるっていうか、まあ、こういった時はね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、なんとかね、乗り切っていきたいなと思っております。で、まあ、会場の方なかなか撮影できないので、ちょっと外での動画になってしまうかと思うんですが、皆さんご視聴楽しみにしてください。それじゃあまずはね、 YouTuber 部門の予選の方行ってきます。負けるな中年、輝け中年、精一杯楽しんでいきます。行ってきます。I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. 決勝進出です。よかった。とりあえず予選終了で、杉本選手と、ありがとうございます。バチ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 、お互い決勝までいけそうです。頑張ります。行ってみます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日鳥取から来てくれた岸本選手です。ありがとうございます。ようやくお会いできました。いや、今から決勝ですね。決勝です、これから。お互い決勝進みました。ちょっと一緒に戦いましょうか。熱い戦いを。はい、できるように頑張りたいな。頑張りましょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってきます。頑張ります。はい、ミドルクラスの萩原さんです。日本代表選手。しかも動画をご視聴いただいたようで、ありがとうございます。本当面白かったです。めちゃくちゃ。日本の見ました、ね。ありがとうございます。紹介がすごい面白かったです。ありがとうございます。また今あげてください。ああ、本当ですね。ちょっと僕どっちかっていうと動画作る方が面白いかなと思って。今年暑いんで、ね、化粧頑張ります。ありがとうございます。頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、すごい嬉しいな。はい、今、いろいろな選手と挨拶させてもらって、ありがたいことに、僕の動画を見てくれた選手が多くてですね、他のクラスの方からも声かけていただいて非常にありがたいかなと思います。皆さんありがとうございます。ご視聴していただきということで、とりあえずですね、今回 YouTuber 部門と、それから、モデルジャパンのマスターズクラスですね、両方とも決勝進出することができました。今ちょっとご飯を食べたんで、これからまた決勝に向けて準備をしていきたいと思います。もうここまで来たら、もうやりきって思いっきり頑張って輝いていきたいと思います。負けるな中年、そして輝け中年、ここですね、ここが勝負です。行ってきます。I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got. I'm competitive. You know. はい、今ですね、YouTuber 部門の決勝終わってきました。4人中なんとか2人残ることができました。嬉しかった。これからね、行うモデルジャパンの練習も兼ねて、先にステージ立てたのはちょっと大きいかなというふうに思います。で、ちょっと時間あるんで、どら焼きいただきます。まあ、次まだ決勝残ってるんで、ちょっとここは気を抜かないように頑張ります。
すごい見られる。恥ずかしい。ドラ焼き食べてるおじさん。もう一度モデルジャパン挑戦することを決めました。参加する大会はモデルジャパン東京大会です。モデルジャパン東京大会です。まあ、所長は所長らしく最高のステージにしたいなっていうふうに思っております。輝け中年、これもテーマに入れてね、頑張っていこうかなというふうに思っております。気持ちは乗ってるつもりだったんですけど、体を動かしたらね、全然動かなかったですね。お散歩おじさんです。寒い今日は。来た。この辺がピューンってなってる。減量が進んでいくと、なんていうか、ご飯の献立を考えるのが、ね、辛くなってくるんですよ。なんかもう考えるぐらいだったら同じのでいいやっていう感じになってきちゃうんですよね。今ですね、マスターズクラスの決勝が終わりまして、なんと今回は最後の2人に立つことができました。ありがとうございます。本当にこの強い選手の中でね、あそこに立てさせてもらったってことは本当に光栄で、すごくありがたい、そんな気持ちでした。ただなんかいろんななんかこう選手の思いというか、なんかいろいろな今回ね、選手を紹介させてもらった分、その分ね、その選手の前に立たせてもらった分ですね、皆さんの熱い視線も後ろから感じまして、結構体に力が入っちゃって、最後ちょっとね、審査員の方から注意ももらってしまいました。初めてですね、注意もらったのは。ちょっと硬くなってしまったかなというふうには思います。そこはちょっと今回の反省点なんですが、まあ、最後のね、2人まで立たせてもらったっていうのは本当にありがたいことかなと思います。近畿の皆さんの、温かい応援が届いた、そんなような気がしました。あとはね、YouTuber 部門と、マスターズクラスのモデルジャパンですね、審査結果、表彰ですねになります。どんな結果になるか分からないですけど、最後までお楽しみに。ここまで来たら勝ちたいです。勝ちたいです。輝け中年。赤いコーラ、サルサです。腹パンパン。ちょっと表彰してまでもね、お腹出っ張らないように気をつけたいと思います。だいぶいいっすよ。動画撮る。うちは動画撮る。俺かい。使います。中島さんです。はい、すみません、一緒に来てもらいました。はい、住田選手です。ありがとうございます。今日最後まで2人で並ばせていただきました。しかも初出場で強い。いやいやいや、とんでもないです。いやすごかったです。すごい緊張で震えました。いや今回本当に正直ノーマークだったんで、はい、すごい選手がいるなっていうか、そういう印象でした。いやいや、もうちょっと YouTube 拝見してて、ああ、ノーマークだったんでノーマークだと思ってちょっと安心してたんです。いやいやいや、まだまだリサーチ能力が足りないですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。また。はい、すいません。ということで、なんと研究員の方が差し入れくれました。すいません、ありがとうございます。待っててくれたみたいで、初めてこういうの。しかもコメントいただいて、僕がレムプロこれ動画を作ったということですね。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。一緒に他社ポーズで写真撮りました。今日どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あと表情頑張っていきます。頑張ってください。ありがとうございます。
だって準グランプリ第1位マスターズクラスの発表です。グランプリ第1位おめでとうございます。はい、ということで結果は YouTuber 部門が準グランプリいただきました。そしてモデルジャパン東京大会初めてのグランプリを獲得できました。やりました。本当に皆さんの応援と、そして、ね、一緒に舞台を目指した選手の皆さんの熱いハートが、なんか僕が今回は受けさせてもらったっていうか、まだまだね改善点はあるかなと思ってますんで、まあ、引き続き頑張っていきたいなと思っております。とにかく今は思い切りこの喜びをかみしめようと思います。やりました。負けるな中年、そして輝け中年、精一杯輝いてきました。また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、ではお疲れ様でした。マスター皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。最高の仲間たちに出会えた気がします。ありがとうございます。うまい。